朝鮮民主主義人民共和国の全国地図朝鮮民主主義人民共和国の地理では朝鮮民主主義人民共和国の地理について述べる北朝鮮は中華人民共和国大韓民国ロシア連邦の3カ国と国境を接しているただし北朝鮮と韓国は両国が互いに朝鮮半島の正当な統治国家であると主張しており 本来国境は存在していないが、香港では実行支配をしている国家として、軍事境界線をもとに北側を北朝鮮、南側を韓国の領土として扱う。北朝鮮の地形北朝鮮の国土面積は12万 538km である。そのうち十二万4 0 8 k を陸地が占めており、残りの1 3 0 k が、 水地である。また、総計 1671.5km の国境線を有し、中国とは 1480km、韓国とは 238km、ロシアとは 17.5km の国境線を接している。北朝鮮の国土の大部分は中規模の山脈と丘陵による山岳地帯で構成されている。最高峰の白頭山は、 北部中国との国境に位置し、標高は2744メートルである。沿岸部では、西海岸に広大な平野があり、小さな群島が点在している。また、日本海の海岸線には、山岳部に狭い平野が形成されている。北朝鮮の農地北朝鮮の自然環境は、高山、森林、農地、水源、海洋生態系を含めて、多様なバイオームである。 ただし、近年は、環境破壊、自然災害、生態系崩壊の状態にあると報告されている。工作、伐採、自然災害などの影響により、森林破壊に拍車がかかっている。また、1990年代の経済危機の間、多く、国民によって焚き木などのエネルギーに強用するために、森林破壊が多く行われ、土壌侵食、土壌枯渇、 洪水の危険度が高まった。北朝鮮はこれら破壊による弊害対応するため植林の計画を推進している。北方原海戦北朝鮮政府は海岸線から12海里を自国領海であると主張しており排他的経済水域の権利も要求している。加えて日本海と軍事境界線の海上地帯の沖合では外国の船舶及び飛行機の無許可の審判を 禁止する空海域を確定している。後海の軍事境界線は、連合国軍最高司令官総司令部によって、北方限界線として、北朝鮮と韓国の間で、国境線が定められている。ただ、北朝鮮側はこれを認めず、朝鮮人民軍海軍と韓国海軍との間で5回の軽装事態が、発生している。活用可能な天然資源には、石炭、 石油、鉛、タングステン、亜鉛、グラファイト、マグネサイト、鉄鉱石、銅、金、塩、ホタル石が存在している。ありがとうございます。